もある。あ、はい。今日はおはようございます。おはようございます。今日は、大食い企画第何弾でしたっけ？あゆかさんはもう3弾じゃん。いや、3は絶対やったもん。はま寿司、この前のスパカツ。あとは、南蛮亭と、あと、ポークチャップもやったんです。今日5回目ですね。はい、もう、すごい。恒例企画、大人気です。ということで、はい。じゃあ、ともかくそういうことで、はい、今日は、毎度お世話になってます。ビスターレビスターレさん。すぐみよ。お、ビョン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 。ポーク、こっちを挟んで、ぐっぐってやるから、こっちをどんどんどん。で、それを、そう。くっつけるんだ。すごい。ピザと一緒ってですか？まあそうです。まあピザ窯の横に貼り付ければ。これなんだっけ？あ、なんだっけ？そっちのなんだっけ？ココナッツグリーン。グリーンココナッツな。でカスタードだったらこっち。はい。入れたのかな？ありがとうございます。はい、どうぞ、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、それでは揃いました。イエーイ。それでは戦いますか？戦います。戦いましょう。美味しく戦います。よし。俺1枚で結構限界来る気がする。普通は1枚なんですよ、うん、確かに。普通は1枚、2枚目いったら結構誇りましょう、みんな自分のこと。美味しそう。それではいきます。いきます。いただきます。いただきます。レディーファイト。まずはサラダいきますよ。はい。これ何？グリーンマン食べる人。はーい。大体同じサイズで返却してくれるか。わかりました。手でいい？はい、はい、あ、ありがとうございます。結構でかくてこれぐらい。いただきます。うまそうな。もあといいですか？はい、ありがとうございます。いいですか？グリーンマンちっちゃくて、むっちゃうまい。プレーンマジですか？最高。はい、あ、ありがとう。いいの、グリーンだ。いただいて。え、じゃあココナー。めっちゃ大きいの。あ、はい。え、うん、甘い。甘い、甘いよね。え、食べたい。めっちゃ甘い。え、ココナッツ甘いか。カレーつけたら、うん、ね、なんだか一生食べてたい。マジで好き。うまい。ネパール行こうね。ネパール旅行した。うん、うん、うん、でっか。そうだよ。え、マジでこれ本当に、うん、ココナッツ美味しい。そうだ、本当にうまいこれ。なんか多分なんか普通のバター使ってないと思います。何のバターだろう。インドのバター絶対そう。顔サイズ。ここ最近1ヶ月で一番うまい。本当にこのバター欲しい。うまい。じゃあここに就職する可能性もイオさん出てきました。出てきました、はい。カレー全然食べてなくないですか？カレーいらない。カレーいらないはすごい。これ何枚でも今なら食べれます。うん、本当に。マジで何枚。もう焼いてもらったらどうですか？今の香りです。マジで食べたい。なんか空気ですよね、この、うん、含まれてる、このほぼ空気。なんだよこれ。ちょっと生地めっちゃ薄くて、うん、空気で膨らんでる。膨らんでる、こう詐欺だよね。そうなんですよ。めっちゃうまい。結構お腹いっぱいになってきてる。早っ。でもココナッツーナめっちゃ甘いから、うん、それかも。プレーンになったら変わるかもしれない。いつもシェフ違う方を頼むから。誰かおかわり頼みません？頼みます。いきます。いや、3枚絶対シェフに勝てるから。3枚食べてる。大きいもんね、だけなんか、うん、一緒。え、交換しますか？じゃあ俺だけサービスするからね。同じ
ほんとほんとだから大きくしてあげよう。こんな感じ。これ卵にも、卵っていうかあのスキー場の中にある。え？そこでも見えちゃう。え、トマムですか？すっぱりじゃない。今度それ食べよう。でも、あっきはこれしかない。このミキスチキンとミキスベジタブルチーフード。普通のはある。スキー場についてるフードコートみたい。1階ですか？ 2 階ですか？2階じゃん。今回その赤字でサービスしてくださいます。ありがとうございます。ありがとうございます。これあのそうですね、これはあのうちのすげえ人気あるなんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。食べれちゃって嬉しい。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当に嬉しい。あとサービスでチーズナンいただきました。やったありがとうございます。絶望してるシェフ。俺これと1個の4分の1でもう1と4分の1で結構ね。ココナッツなんか甘くて重い。胃に来る、ね、シェフの。さてさてどうなるのでしょうか。うまいな。めっちゃいい。うん。ゴープロ買おう。これ絶対チーズ固まる前に食べた方がいい。確かに。熱これビヨーン取れる。確かに熱っ。でもあいつめっちゃチーズ乗ってるから大変。今音落ちないよ。確かにうまそう。チーズチーズあっ、チーズ何ですか。うまい。あっ、うまい。どうぞ、何しお参りになります。ありがとうございます。お味どうでしょうか。美味しいです。ありがとうございます。バターうまい。ちょっと待ってました。ありがとうございます。もう一枚、ここでいいですか。ありがとうございます。マンが炭の釜で焼いてるので、美味しいです。焼きたて美味しいです。辛さ足りなかったらそちらありますので、はい、入れたら辛くなります。ありがとうございます。もう一回スタートに戻ってみる。もう 1.4 分の1スタートよりあるっていう。ここにもあるから 1.2 分あるし。多分さ、このオープン企画に俺が参加することがすでに無理があるんじゃないかってちょっと前回ぐらいから思ってる。やばい、気づき始めて言ってるから。マジで企画が終わる。やばい、終わっちゃう。5回で終わりになっちゃう。うん、ブロッコリーだ。いや、でもシェフ1枚目も食べ終わったんで2枚目いけますよ。いけねえよ。かわいそう、めっちゃご飯食べてる娘たち見るだけの。一応参考まず行く。俺がもう1枚頼んだらもうさらにいけんの。え、わし行けます。いけます。しかもハーフもありますよ。めっちゃうまいこれ。インターハーフ頼んでみる。インターハーフ頼む意味って何だ。何だ。セフに意味はなくなった。全然頼んで勝てる見込みがないんだったら無理して頼まない。セフが1枚頼まないと勝負がもう終わってしまう。確かに。今もう動画的にね、動画的にね、そうね、まあ、お願いするか。完璧にってやつですね。すいません。何のおかわり1枚です。はい。うまっ。2枚目。はい。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いくわ。ねえ、うまっ。あ、あれだ、ココナッツなんじゃないかな。ちょっと食べすぎて。これ食べてたらどうする。いきますか。もう一枚。
そんなにたくさん食べるものじゃないと思う。今更それはそう。もともと何でもそう。まかつも食べ過ぎるもんじゃない。私も食べ過ぎるもんじゃない。何なのこの企画。やっぱついに最終回を迎えます。シェフ一枚いけそうじゃないですか。いけそう。もういっぱい。もういっぱい。でも並んでしまったら。シェフが頼んだら食べるくらいにはすべて余裕はあります。でもお腹いっぱい。いつもこの終わり方。うん、確かにこれなんでやってんだろう。意味求めちゃダメ。楽しいからやるんですよ。今日は誰が勝つのかな。うわ今日は私だ。誰が勝つのかなじゃない。シェフも負ける。シェフが負けるかな。で終わる。だからシェフを任すためにやってる。今日最終回だ。シェフ応援してます。水飲んだら気分転換になるんじゃないですか。お返事もできない。もう次この企画やるならシェフが1週間断食して本当の空腹状態でいいと思う。え、分かった分かった。一回おにぎり食べてから行く。やば。いや、アボカド何個食べるかとか。飽きる。シェフの好きな食べ物で、うん、やる。いや、好きな食べ物ですよ、シェフ。カレー。確かに、うん。でも何でも食べ過ぎるってダメ。終わりだ企画、うん。この間言ってたのがわんこそばチャレンジはどうか、うん、お店でそうめん湯がいて。わんこそば。わんこそば。やりましょう。わんこそばってそうめんなの。いや、わんこそば。うちらで勝手にアレンジしてチャレンジ、うんうんうん、そうめんにしちゃう。めんどくさい。元気出してください。なん、半分食べましょうか。頑張ってる。まあ、最終回。シェフの頑張りの近くで。はい。てれれれ。2枚目。二枚目を食べるシェフ。なぜ俺はこんなにも食べないといけないのか。何の意味があるんだ。なんだけに。くだらな。めっちゃおもろいけど。うん、もうなんか肩上がってきてます。頑張ってください。でも負けですよ、そんなの。やったありがとうございます。回ってきた。約6分の1が私たちに回ってきました。イエーイ。もう勝っちゃった。勝っちゃった。あゆかさんにとってたくさん食べるとは。とは。まあ日常ですよ。はい、総括。総括。これは勝ったのは誰？三人。私たち。シェフ以外。ルーザー。ルーザー。ボーン。なんかさ、じゃあ次はとりあえず俺はもうなしにして。あ、順番決めたらいいんじゃないですか。何の順番？1番、2番、3番、4番。ああ。うん、じゃあここも競う。挑戦して。1、2、3、カレー食べちゃった。カレー食べちゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。650円の返しになります。はい、お味とかどうでしたか。めっちゃ美味しかったです。ま, すまたぜひお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。シェフごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。